名言の巫女あるいは神、内幸奈さんの秘密は、藤原そ也による日本のライトノベル。イラストは、森沢春之が担当。ホビージャパン HJ 文庫館。茨城県桜市の新統計私立高校、名言学園の一年生である、鈴木誠は、両親の長期海外出張により妹、あさるみと二人で暮らしている。新年度が始まって、しばらくしたある日。は、 普段、生徒の立ち入りが禁止されている、旧校道に、同級生で、学園一の美少女と評判の神、内幸なが、黒服の男たちに囲まれて入っていくのを目撃する。的、ま、連れ立っていた旧友の中田と塚原、そして朝、ルミの四人はいけないことと頭では、理解しつつも好奇心を抑えられず、壊れた窓から、旧校道に侵入し地下へ続く隠し通路を、発見する。 地下には祭壇が築かれており、理事長や神職である雪菜の父が荘厳な面持ちで儀式を取り行っていた。魔たちは息を飲んで儀式を見守っていたが、不注意で物音を立てて発見されてしまう。その次の瞬間、象徴と名乗る女の悪霊が出現しあさるみに襲いかかるが雪菜の放った浜屋であさるみは解放され、象徴はどこかへ去っていった。翌日、 神と、アサルミは、理事長室に呼び出され昨日の儀式がかつて、日立国に現れ、土雲を従えて、最悪をもたらした、怨霊、象徴を鎮めるため、京の都から使わされた巫女、東明寺妙の魂をユキナに憑依させるために、取り行われていたことを聞かされる。しかし、不測の事態によりミオは、ユキナでなくアサルミに憑依してしまったのだという。ユキナの父は間を責めるでもなく、 厳しい修行を重ねてきた雪菜に、これからは年頃の女の子として、青春を謳歌させてやってほしいと願う。こうして、真は高根の花だとばかり思っていた雪菜と付き合うことになり、幽霊部員として所属していた生物部に雪菜を誘って充実した学園生活の日々を過ごすが、その間にも蘇った、象徴は虫たちを従え越し淡々と地上に最悪を、 もたらす機会を伺っていた。観光前の課題は、妙の福音であった。HJ 文庫織込みチラシ HJ 日よりナンバー25参照。架空の自治体。つくばエクスプレスや学園都市から、本作の舞台モデルと考えられるつくば市のうち、中心部から南東部にかけては、旧二張郡桜村で、現在もつくば市の行政上桜地区と扱われる。ありがとうございます。